い、本日はですね、僕のブランドの1ヶ月の、ね、収入をご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、これ毎月恒例の、ね、月末にやっていこうかな言うてね、先月から始まったんですけども、今回はですね、1月の売り上げっていうのをですね、発表していきたいなと思います。僕もまだ見ておりません。なのでね、自分で作ったブランドっていうのがどれぐらい売り上げいただいてて、どれぐらい皆さんに購入していただいたのかっていうのをね、今回発表させていただこうと思っておりますし、先月やった時はね、視聴者さんからね、こんな声をいただいてね、なんで高い服ばっかり出してんのというお声をいただいて、あ、まさにその通りですよねっていうことなんで、その辺のお話もさせていただこうと思っておりまして、本日の流れとしてですね、まずは売上を発表します。2022年の1月の売上っていうのがいくらでしたっていう発表をさせていただいて、それはこちらのね、スマホの方の画面を共有させていただきますので見ていただくと。なので嘘も小細工も全くできません、なのでね、本当のことをお話しさせていただいて、でその次にはですね、そのじゃあなんで高い服ばっかりやってますのと、それはもうがっぽり行こうとしてませんかとかね、それ以外にはね、ぼったくってませんかとかっていうところをね、お話しさせていただこうと思っておりますので、最後に、こういったポップアップのお知らせもありますので、それで終わりにしたいなと思います。よろしくお願いします。ではですね、まずは画面共有の方からいきたいなと思います。はい、それではですね、見てもらおうと思います。こういうのようにね、僕の公式のオンラインショップということで、ジャパンメイドや、もう日本製品しか使いませんよということで、J と M で富士山になってるのは以前も話したんですけども、これをね、紹介していこうと思います。ではデータを見ていきますということで、データの売上ですよね、月の売上を見ていきましょう。12月が非常に高かったということでね、こちらの、600万ぐらいということでね、皆さんに本当ありがとうございましたってお声いただいたんですけども、次の月見てくださいよ、ガクンと下がっちゃってるよね、半分ぐらい下がっちゃってるということで、特別12月が良かったといえば良かったんですけども、それでもね、1月に購入していただいた方、先にありがとうございました。では1月、発表したいなと思います。2022年1月っていうのはですね、266万円ということで、細かく言うと266万2950円ということで、今回もね、多くの方に買っていただきました、ありがとうございます。特に1月はね、新作とか出してはないので、特に新しいものが出たっていうわけじゃないんですけども、僕がこの着てるようなね、パーカーとか、あとデニムもそうやし、ちょっとロンティーがまた動画で紹介できてないんですけども、ちょっと残念ながら売り切れっていうことで、ほんまね、今月から予約も開始しようと思ったんですけど、今月の予約はもうできません。だからもう3月後半か4月にね、また予約受けようと思ってますので、気になってる方はね、見ていただければ嬉しいなと思うんですが、でもなんで高い服ばっかり出してんのと、それはそうですよね。僕のネット見てもらったらね、わかるかなと思うんですけど、あんまり安い服っていうのはね、あんまないんですよ。でも視聴者さんってそれ気になるじゃないですか。いや、高い服ばっかりやないかいっていう方もね、いらっしゃるんかなと思いますので、そんな理由とかね、お話しさせていただこうと思うんですけども、僕以前ですね、何も包みかかって喋るんですけど、以前ですね、T シャツを作ったことがあって、一番最初に作った T シャツっていうのが、その、求められてるんかわからへんけども、その安いものを作ったんですよ。で、安いものを作ってね、その当時、100何十名の方にね、購入していただいたということで、何枚だっけな、3000円ぐらいの T シャツをね、作らせていただいたんですけども、もうほんまロゴを僕がデザインしただけで、T シャツ自体はね、どこにでも売ってるやつにロゴポンって放り込んだだけなんで、業者でね、やってもらってるんですけど、そんなんでね、こんな感じでインスタグラムの広告とかで出てくるでしょ。で、そんなをね、利用しただけなんですけども、これってね、メーター誰でもできるじゃないですか。別に今この見てられる視聴者さんもね、友達同士で T シャツ作ろうぜとかね、友達同士でパーカー作ろうぜなんて言ったら、ここで作ろうと思ったら作れますと。ただ、僕って今年間服400万ぐらいこう買わせていただいて、ほんまいいものから悪いものまで、見る力がちょっとずつこうついてくるじゃないですか。ってなったら、高い安いとかっていうような感覚でよりかは、いいか悪いかっていう感覚では見るようになってるんですね。だからそのものがいいんであれば非常に価値があるなとかって思うし、悪いんやったらどんなブランドネームついてようが、どんな一流ブランドでも、この生地でこのレベルなんて思ったりしたら、僕としてはそれってどうなんかなとかって思ったりするんですけども、多分これ見ていただいてる視聴者の方とかもね、ノースフェイスやから買ってるっていう方も一部はいらっしゃると思うんですけども、機能とかね、その素材とかそういうところをね、気にして買ってはる方っていうのも多いとは思うんです。で、僕もその考え方やから、高いか安いかというか、いいか悪いかで見るんですけども、そうなってくるとですね、僕作るときに、こんだけの値段で作ってくださいって業者に一切言わないんですよ。とにかくいいものを作りたいから、これを作ってくださいって言われて、後になって値段言われたら、ギャーってなるんですね。ガビーンってなって、そんな値段払いませんっていうことなんですけども、そうやっていいか悪いかを基本的には見てると。じゃあ、安いか高いかっていうのは、別にこれ高校生のバイトの子でもできるじゃないですか。パーカー作りたいんだけど、ちょっと安いとこ注文しといてって言ったらね、別に誰でもできることやねんけど、いいか悪いか見といてっていうのは多分見れないと思うんで、それはね、自分のこんだけね、洋服にお金かけてる自分やからできるところかなと思ってね、いい素材のものとか、いい
クオリティのものっていうのだけをこうピックアップしていこうと思ってますので、どうしてもそうなると値段さっき言ってませんので、例えば1万円で売りたいんで1万円以内で作ってくださいなんか言わないんですよ。とにかくこんないいものを作りたいからよろしくって言った後にですね、ガビーンっていうね支払いが来ると、でそれを振り込んだら銀行がすっからかになるというようなねスタイルで、あの銀行って僕の銀行ですよ、僕の銀行がすっからかになってるというようなスタイルで、ちょっと貯まったなと思ったらまたなくなる、ちょっと貯まったなと思ったらなくなる。だからこの、ね、1月に売り上げた260万円ですかね、それもまあすっからかーんと言ってるわけですね。次の、まあ、今月出るね新作でも喋るんですけど、ネックレスとかね、あとマウンテンパーカーのねサンプルとかでもね、どん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 消えていっておりますので、そういったところで高い服を出してるつもりはないんやけど、ええものを出したら結局高かったというのが、まあ、僕の答えになってます。だからわざわざ高いやつを狙っていってるわけじゃなくて、いいものを作っていくとどうしても高くなってしまうっていうのが事実なんですけど、まあね視聴者さんがおっしゃるみたいに、確かに高いものが多いなって言われたら、あその通りやなと思うし、安いものもね作ろうと思ったら全然作れます。いつでもこういったさっき見てもらった広告のねサイトとかを多用したらいいし、品質はね二の次で、まあとにかく安いのを出していきたいっていう方であればねいいかなと思うんですけど、僕そんなこと全く興味ないんですよね。だからそれをやってる方はねいいと思うんですけど、僕にとっては全く興味がないということで申し訳ないんですけども、やらないってことなんです。まあ基本的にはねこうやってまあ無地で作ってるんで、もうなんか何に合わせるとか関係なくね、無地のやつって何でも合うじゃないですか。だからパーって来てもらったりパーってつけてもらったりしたらいいかなと思って、このね今日ちょうど予約始まったネックレスもそうなんですけど、とにかく大人の方でもつけれるよね、まあドクロとかやめようねっていうことで、もう本当にシンプルにさっとつけれるようなネックレスにしてます。なのでね、まあ僕が今着てるようなパーカーとかでもこうさらっとつけとってね、ちらっとまあ首元から見えるぐらいでちょうどいいじゃないですか。こんな感じで、これは見えてるのか見えてないのこと、見えてないね。まあ、こんな感じでさらっと見えるっていうか、でまあこれもねありがたいことに、もう今の段階からねまだですか言っていただいてるんでね、おそらく初回分はなくなっちゃうとは思うんですけども、まあ気になる方は下から見ていただければ嬉しいかなと思います。これはね東京のね下町の工場さんに作っていただいたというネックレスですので、ワンポイントにいかがですかということです。そしてねマウンテンパーカーのね予約もちょうど今日から始まるんですよ。でマウンテンパーカーね、そのお声いただいてる通りめちゃくちゃ高いんですよ。だからもうこれに関してはほんまに興味のある人だけが見てくれたらいいと思って、もう皆さん万人に受けたいっていう感覚はもう全くないんですよね。もうめちゃくちゃ興味ある人だけが見てくれたらいいっていうような形で作ってますので、今この1ヶ月で予約いただいた方だけに特典のねプレゼントでね、デニムのポーチ、全く同じ生地で作ったポーチとかもご用意してますので、まあ、これに関してはデニムのマウンテンパーカーに関してはまたまた近々動画作ろうかなと思ってますので、それ見ていただければ嬉しいかなと思いますし、サイズ感に関しては、まあ、普段ノースエースで着てあるようなマウンテンライトジャケットとかマウンテンジャケットとか、もうそういうのともうほぼほぼ同じようなサイズ感でね合わせていただけると思いますので、まあ、そのね普段着てるようなサイズ、俺 M 着てるなと思ったら M でいいし、 L 着てるなと思ったら L でいいんでね、まあ、そういうとこ見てもらえればいいかなと思います。で、まあ、もしかして実物触りたいという方はね、東京のポップアップの時にサンプル2着持っていこうと思ってるので、めちゃくちゃ洗った後のやつ、洗う前のやつっていう状態ね持っていこうと思ってますので、またね着ていただければ嬉しいです。こちら3月26日の、東京と、3月27日東京で行います。でこれはね先着5名の方に配らせていただく、ご当地シールコンプリートバージョンですね、大阪、名古屋、横浜、そして東京、札幌ということで、僕のサインを入れさせていただきまして、嫁にこれを見せたらですね、なんやそれって、そんな欲しい人おんのって言われたんやけど、一応5人分用意してます。で誰もいらんと言われると残ります。しかもこれ日付変えちゃったしね、だからもう後には引けませんので、一応26日これ先着5名分、27日も先着5名分、5人も来へんかったらこれはゴン箱に行く、もしくは僕のこのオフィスに飾られるというね、自分で書いた色紙が自分のところに持って帰ってこられるという一番寂しい状況になりますので、また欲しい方はね早めに来ていただければ嬉しいかなと思います。一応まあシールに関してはもうその場所その場所でしか渡せないんですよ。だから今回は東京やからね、この東京の方用にこのジャイアンツバージョンっていうかな、このハッピー着てる江戸バージョンっていうかな、これをお渡ししますので、無料でねこれをお渡ししますので、ぜひぜひ遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。でまあ最近ね予告が後半に入ってるかなと思うんですけど、かっこいいでしょ、かっこいい映像入ってるでしょ、あれね僕のカメラマンに作っていただきましたんで、それまた見ていただければ嬉しいかなと思うし、ボディバッグもね伝説のブラウンが東京復活しますので、それもまた実物見てもらえればなと思います。ネットの方はね近々復活数量限定でする予定なんで、まあ、再入荷ボタンとかねポチッと押しておいていただければ伝説のブラウン復活しますので、ぜひぜひ見てくださいということで、今月の売り上げを発表させていただきました。またね皆さんからねいただいたお声、これってどうなんとか、なんでこんなことしてんのとかっていうお声をね随時ねお答えさせていただこうと思っておりますので、まあ、今日はこの辺で終わりたいなと思います。ということで本日はですね自分がやってるオリジナルブランドの売り上げを発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。